ッキングのお時間だ。前回やったワイルドクッキング、まあまあ好評だった。ちょっと待って、光飛んでない？大丈夫？ちょっと光落とそう。あ、こんなもんか。前回のワイルドクッキング、まあまあ好評価をいただいた。だがその中でとあるコメントが俺の心に突き刺さった。ワイルドさが欠けていると。まあ確かにワイルドクッキングと言っておきながら、俺は全然ワイルドじゃなかった。ちょっとお米がね、ちょっと冷えてるかちょっと確かめてみようと思います。お米、ご飯なんです…あ、シャリの方なんですけれど、まあそこそこの普通の料理動画になってしまった。その反省を生かし、今回はお前らに本当のワイルドっていうもんを見せてやる。あっ、見せてやる。今回のワイルドクッキングはこれを作る。牛肩ロース肉ステーキ。今日はこの贅沢なカナダビーフを使ってワイルドステーキを作ろうと思う。だが一つ、これだけは忘れないでいてほしい。ワイルドたるもの、キッチンで作るものといったら地獄だ。地獄を作れ。貴様ら準備はできてるか？俺はできてる。決まった、行くぞ。まず、こちらにですね、まず今日使うこちらお肉ですね。あー、で、このちょっとはちょっとどかしましょう。料理には使いませんので、邪魔にならない場所に置いておきましょう。はい、こちらのお肉でございます。美味しそうですね。まな板に失礼します。あー、美味しそうですね。あ、美味しそう、美味しそうだな。美味しそうだな。とてもうまそうだ。うまそうな肉だ。そしたら今からこの包丁でこいつをしばく。あ、ちょっとやべ、取れた。この牛肉をな、今からこの包丁でな、ちょっとこう切り目を入れていこうと思います。こうすることによってお肉が柔らかくなるかもしれないから、切り込みをね入れて食べやすくして。そうだ、食べやすくするんだ。こちらも同じく切り込みを入れていく。この調理方法はあくまでも俺流だから、あまり当てにするな。クックパッドとかそこら辺のちゃんとしたやつを見ればいい。俺はワイルドに作るからな。油断するな。油断はするな。命を落とす可能性だってある。それを忘れないでほしい。そしたらちょっと塩を振りましょう。そしてブラックペッパーを振る。そしたら次はバジルだ。いいか、こいつの取り扱いには気をつけろ。これで命を落としたものでもいい。はい、次はですね、叩きます。ではこの肉をひっくり返す。いいか、ひっくり返すときにな、裏側に敵がいるかもしれない。十分気をつけろ。よし、今だ。そしたらこちらの麺も先ほどと同様塩を振る。そしたらこのブラックペッパーだ。ここは極力急げ。料理するときは常に近くに敵がいないとは限らない。常に周囲に気を配るんだ。いいか、気を配るんだ。あ、いいね。今こうしてる間にもな、敵が近づいてる可能性もある。気をつけろ。そしたらまた同じように肉を叩く。ここで輪っかを作る。まるで C のように。そしてこちらの3本の指は添えるようにする。そして角度をこうつける。そして叩く。こうするとちょっとドラマーみたいにかっこいいから、みんなを真似するといい。よし、こんなもんだ。そうしたらいよいよこいつをフライパンに移す。いいか、最高に気分が上がるかもしれないが抑えろ。いいか、抑えるんだ。気持ちを抑えて集中するんだ。あ、ちょっとでかいな。ちょっとでかいっすね。こいつを入れるんだ。ミツカンのスシス昆布だしだ。この前のワイルドクッキングで余ったからじゃないぞ。これが重要なんだ。
酢は肉を柔らかくするらしい。だから多分使えるんじゃないかなと思います。そうしたらいいか、火を入れるぞ。ここが重要だ。いいか、ここはこのクッキングで最も危険な場面だ。気をつけろ。まず右手は確実につまみを握ること。そして押さえろ。そしたら一気に左に回せ。よし、そうしたらちょっと中火にするぞ。おっといけない、換気扇を回せ。家で火を使うときは必ず換気をするんだ。いいか、これは俺との約束だ。落ち、開けるぞ。酢の匂いがすごいな。これで油も落とせてヘルシーになる。そして肉も柔らかくなったはずだ。とりあえずこの油とこの酢はちょっと処分するぞ。いいか、そうしたら次はこのバターはないのでマーガリンで失礼します。これはここだ。そしたらこのコストコで売ってる、僕が一番俺が一番好きなこのレモン入りのレモンフレーバーのオリーブオイルをぶち込んでやるぜ。これで香りもつく。ここは派手にいてためらうな。オリーブオイルはな、いいんだ、オリーブはいいんだ。本能のままに炒めろ。いい香りだ、実にいい香りだ。熱いので気をつけろ。いいか、やけどには気をつけろ。いいか、あと俺はひげに気をつけろ。いいか、お前らもきっとこれぐらいひげが生えてると思うから気をつけろ。いいか、一瞬燃やしてしまう可能性がある。俺は特別な訓練を受けてるから燃やさない。だからお前らまだだ。だから気をつけろ。よし、ひっくり返すぞ。あ、めちゃめちゃいい匂いする。いいか、気をつけろ。熱っ。よし、いいか、そしたら次はいよいよ盛り付けだ。肉がちぎれた。まあいいだろう、食べやすくなるからな。そして今回の味付けはこれだ。朝熊さんのステーキソース。これは俺のお気に入りだ。ちょっと振るぞ。中のこの下の方に結構オニオンとかが溜まってるからな。きちんとこうやってやるんだ。いいか。さあ、そしたらいよいよここでやっとこのステーキに魂がやる。いいか、瞬きをするな。今この一瞬だけ。よし、こんなもんだ。そしたら最後にまたこのブラックペッパーを振る。そしてバジルだ。ワイルドステーキ完成。すごくいい香りがするな。うまそうだ。今からこれを嫁に食べてもらいたいと思います。編集部屋で編集してる嫁にね、いきなりステーキを持っていこうと。いきなりステーキ。おっと、これはうまいことを言ったな。それではステーキを持っていこうと思います。いきなりステーキ。いきなりの食べ物ですけど、いきなりステーキです。どうぞ。どうも。やば、わわわわわ。え、私撮影終わりから化粧も直してないのに
いきなりですから。いきなりだね。いきなりですから。パジャマだしさ。それでは、はい、お食べください。いきなりだね。いきなりだよ。本当にいきなりだ。いきなりですよ。やばい。こんな時間にいきなりステーキだよ。美味しいですか。うん、やった。これ焼く前に素で煮込みました。うん、柔らかい。やった。すごい柔らかい。うん、うまい。ありがとうございます。なんかめっちゃ爽やかな味する。あ、そうなんですよ。あのね、レモンフレーバー入りのオリーブオイルで香り付けをしました。へえ、美味しいよ。やった。なんかさっぱりしてるからなんかすっきり食べれる。あ、よかった。三つ星だよ。三つ星。うん。ありがとうございます。4,850円になります。というわけで、嫁にいきなりステーキドッキリをしたわけなのだが、そこそこ評判が良かって良かったです。評判が良かった、良かった。良かったです。美味しいです。ありがとうございます。はい。それではね、この動画が少しでも面白いと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、そしていいねもよろしくお願いします。あ、いった。てうっと。